皆さんこんにちは、エルザです。それでは XP2400 以下向けの解説やっていきたいと思います。今回のテーマは対面拒否で有利対面を作るについて紹介したいと思います。普段ドラフトを使っているとある程度の武器に強気ではいけますが、ヒッターや射程的に近い武器が来ると対面は避けたいところですよね。特に対面が負けるのが分かっている武器が相手だと拒否して狙いやすい相手を見つけたいところです。ということで今回は対面拒否をしても有利対面を作れる方法について紹介をしていきたいと思います。また今回に関しては分かりやすくするためにシューター視点というところも入れて話をしていますので、まあ、弓だけでなく、まあ、総合的に見てもらえるといいかなと思います。それでは行きましょう。まず対面拒否に関して話していきたいと思います。対面拒否については射程と差のあるゲームとなっているのでとても大事な行動です。例えばスパッタリーやボールとか持ってみると分かりますが、ほとんどの武器には勝てません。下手したら同じ武器同士でも対面をするとなると難しい相手だったりもします。射程差があるってそれだけきついっていうとこなんですよね。ですがこれを対面を真正面から仕掛けた場合に射程差によって負けるから難しくなるっていうのがあります。それくらい射程差って覆すのが大変なんですよね。なので射程差をひっくり返すにも相手の油断を有効活用するしかないので、敵との向き関係や位置把握が非常に大事です。射程差で負けても対面拒否するのは悪いことではなく立派な判断となりますので、まずは射程差の理解をしていきましょう。それでは射程差があって対面拒否をしても有利に対面ができる具体的な方法を紹介していきます。まず有利対面に関してですが、必ず大事にしたいのは横と後ろから仕掛けるということです。これは射程差があるほど有効な手段となっています。射程差というと正面に捉えられているから起きる問題です。ですが横や後ろからの空打ちの場合、敵の発見とエイムを合わせるまでの時間が通常よりもかかってしまいます。特に敵が味方に夢中だった場合、こちらが近づいても気づきにくくなるため不意打ちがしやすくなります。正面の敵と目が合った場合、その人を倒すのは射程差の有利がないと無理に近いですね。味方と対面をしている相手は自分が近いから外れてそうな敵を狙うようにしてみましょう。まずは自分から敵に見られていない、気づかれていない環境をしっかり理解するのが大事です。見られているという意識ができるようになると敵との位置関係とか理解できるようになってくるので、ぜひ覚えたいですね。続いての対面有利についてですが、拒否からの人数有利をするということです。対面拒否はあくまで射程不利な武器を避けてデスを減らすことを目的としましたが、逃げてばかりでは試合には勝てません。ですが対面拒否をうまく活用すると敵同士を離しながら味方と挟み撃ちがすることが可能だったりもします。例えばですが前線へ押し込みをしたとします。この時に敵と対面を開始しますが、相手がバレルで対面が不利だったとします。こうなるとせっかく追い詰めたとしても無理やり倒そうとして攻めるかなと思いますね。これで攻撃してしまうと相打ちか対面負けになってしまいます。これだと今まで通り変わらないですよね。ですがこの対面拒否を入れるとこういった状況でもキルを取ることが可能だったりします。まず対面拒否をするタイミングですが、敵の武器と射程を見た時にやられる状況だった時に引き返します。この引き返す時というのは前に押し込んだ状況だったりするので、他の敵が周りにいたりするんですよね。その周りにいる敵が味方と対面をしていた場合、この敵からすると僕はどういった風に映るでしょうか。そうです、裏取りをされたように感じるわけですね。しかも対面中で後ろを取られるので反応が遅れます。対面拒否から後ろの状況を理解することによって結果的に対面を有利にするという状況が出来上がるわけです。大事なのは対面拒否をして自分がデスを打てず味方のカバーができるということです。一人で試合を破壊できればいいんですが、そもそも対面拒否をする場面というのは不利からの挽回する場面になります。対面拒否は逃げるような感じで嫌なところもありますが、自分が前に出て味方が後ろから挟み込めるチャンスでもあります。こういった対面拒否もぜひ試してみてください。それでは実際の試合を見ながらね、解説をしていきたいと思います。まあ、対面拒否したい相手が多かった試合ですね。デュアルにギッター、ブラッター、ガロンと
ょっと辛いです、編成的に。拒否をするってことなんで、なるべく相手を引きつけて倒したいんだけど、まあ引きつけはできたけど失敗したっていうところですね。射程内いるとやっぱブラスター強いもんね。相手リッターもいるので、なるべくこちらが抑え込みというかいろいろ意識してやってます。まあ序盤ちょっと押し込まれ気味なんでね、まあ、後半でこの部分が出てくるかなと思います。もう今みたいにこう無理やりガロンの場合攻めるとやられちゃうので難しいですよね。相手がイケイケなんでね。まあまあまあ1球取りながら、矢倉関与してもらってなかったんで助かりましたね。でこう見てもらっていいんですけど、やっぱり射程差っていうところっていうと、ガランを持っててもやっぱ難しいよね。どれだけ覆せないかっていうのは、まあ、真正面で捉える、特にこのマップに関しては難しいところがあるかなと思います。だからデュアルに今対面したけど、もうダメだと思って避けてますよ、ね、あれで追っかけるとやられます。でシールド置いて足場も整った状況で前に出れたので、今前に出ました。今みたいにちょっとチャンスが来るんで、ああいう時大事です。で、ここ前味方が出てきてるんで、自分は矢倉で時間稼ぎします。で、リターン射程が届くんで一体様子見て、まあ、なるべく、こう、攻撃受けないように。シールド置いて、こうやってやってます。まあ、シールドもね、意外とね、対面拒否するルールでめちゃくちゃいいんだよね。置くだけで相手が来なくなるから、その後追いかけないでいいんで、自分はそのまま後ろでいいんで。結構ね、対面拒否するのにも向いてる武器だなぁと思いますね。で、なるべく、横が取れない限りはまともに対面をしないようにしてます、この試合は。まあ、取れたら一番いいんだけどね。で、ギターが出てきたんで、ここ取ります。フォア通り。で、今みたいに、まあ、一旦潜伏して隠れて、相手の様子見て、で、まあ、射程内入ってればそのまま対面みたいな。ブラスターもそれだったけどね。まあ、そんな感じでするといいです。対面拒否するっていうか、敵の攻撃と間合い見て判断を常にしてますね。ここばかりはもう経験かな。基本的に、打ち合わない。リッターの邪魔するとか。もうここは倒すよりも邪魔するしか考えてないです。で、シールドを置いてさらに、こう避ける。ここでデュアル今、避けましたが、あれ対面拒否してます。もう絶対無理だと思う。で、味方がうまいこと刺してくれたんで、矢倉もうまく進みました。こんな感じです。もう無理と思うと、対面拒否して後ろ下がってとか、味方とこう挟むとかすると一番いいっすね。で、ここも、無理やり、ちょっと行きますが、ここでちょっと危ないなっていうのあって、シールド使って逃げを作ってます。ここで拒否すると相手が出てくるんで、対面が勝てると。今みたいに引くと、射程差を一気に埋めれるので、相手が出てくるの待つといいですね。で、スペシャル貯めてシールド置いて、また、まあ、あやをつける。で、ここの場合はもう押し込んだ方が強くていいんで、ここはあえて押し込みます。1枚を落としたけど、カウントも進んでますね。18までいってますね。で、これに関してなんだけど、まあ、対面拒否をし続けてし続けて、自分がどうするかとか、こう、相手を引きつけるっていうのがまず大事です。この状況はあまり良くない。で、シールド置いて、うまいこと立ったけど、まあまあまあ、やっぱ相手の方が押し込めるんでね。これは対面拒否をしなくて、一瞬でやられたパターンです。あそこでやっぱ逃げる判断ができるかどうかも対面拒否のいいところかなと思いますね。まあ逃げなかったんで今回やられてますが、悪い例でもあります。さあここから、まあ、ブラスター相手がねだんだん攻めてくる状況でもあるんで、ね、で常に撃ったら避けることだけ想定してますよね。対面拒否前提で動いてるんで、で横から刺せるなら横から刺します。タイミング取っていくのね、やっぱ横から打たないとね、あまり良くないんでね。で、射程差がある編成だったり、自分にとってはきつい編成かなというところなんですけど、結構試合が後半有利に進めれてるかなと思います。まあ、これに関してはやっぱりさっき話したように、射程差を理解した上で対面拒否をしながら、こうじっくりと、ね、攻め落とすっていうのが重要となります。スペシャルとか、ラブを一生懸命駆使してるのを見てわかるかなと思いますね。まあ、覆せないなら覆せれるように違う手段を取るっていうのが大事なんです。こういった時にサブステがうまく刺さるわけですね。で、前に出たんだけどいないので後ろ下がって今挟み撃ちをしたと。相手ともも
まあ、やってるといいですね。だ前に出て今ので押し込むだけだとあまり良くない。だから下がって後ろを見て味方と挟み撃ちしようと思うと今みたいな展開も作れます。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。